ピアノ競争曲第2番変異町長はジョン・フィールドが1811年に作曲したピアノ競争曲。初版は1816年にライプツヒで出版された。フィールドは7つのピアノ競争曲を作曲したが、この第2番が最も成功した作品である。シューマンはこの曲を高く評価し、出版府は現在に至るまで途切れることなく版を重ね続けている。 フィールドはこの曲を古典的なそなた形式で作曲した。しかし、第一楽章が長くなりすぎたためカデンツァを置くことをせず、さらに第二楽章を短くまとめることにした。フィールドの作曲スタイルは、ハイドン風の楽天的な楽しげなものでも、ベートーベン的な大胆なものでもなく、モーツァルトのように叙情的な抑制され、そしてやや陰りを帯びたものであった。特に、 モーツァルトのクラリネット協奏曲からの影響が見られる。さらに序上的な主題と還元楽法による彩りにはフィールドの故郷であるアイルランド音楽の影響が漂う。この曲の特にロマン派的な側面にはやはりモーツァルトを称賛していたクレメンティからの影響も重要である。約35分ピアノ独奏、フルート1、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2 トランペットに、ティンパに、言語部ブ3学小生である。ABCDEF、チャンドスフィールドピアノコンチェルトスブックレット。2012年12月6日閲覧。AB、イムソルプピアノコンチェルトナンバーに、H31。2012年12月6日閲覧。ありがとうございます。